はい、こんにちは、大ハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画は騎士流戦隊リュウソウジャーのリュウソウゴールド、なりきりグッズリュウソウバックル G、 そして変身銃デラックスモンスターチェンジャー、2つ同時にね、いきたいと思います。はい、リュウソウジャーのね、追加戦士、今度はね、海の戦士みたいで、まあ、ゴールドケボンで、ゴールドリュウソウルとビリビリソウル付属で、まあ、変身のアイテムがこちらなんですけど、はい、変身銃で、変身モードなんかね、これ音がすごい楽しそう。リュウソウクール、リュウソウゴールドに変身で、はい、恐竜層モード、海だけにザッパーンなんだね。はい、でこちらね、見ていきたいと思います。はい、別でね、モサブレード、こちらもありますのでね、これ別でやっていきます。はい、まずはね、オープン。はい、まずは気になるリュウソウル、はい、ゴールドリュウソウル、すごいね、これなんかワニの口みたいになってる、牙がすごい。で、ソウルモード、おお、かっこいい。ロボの頭部はこれすごいかっこいいね。で、 B の007、はい、続いて黄色いリュウソウル、おお、なんかすごい豪華。あ、ビリビリしてる、これがなんか稲光のような感じで、ソウルモードで、ロボの頭部はこれはね、あのシルバーのやつとおなじみだね、今までのやつと。で、番号が B の054。はい、リュウソウチェンジャーにセット、サレックスが何だ。で、続いてこちら、はい、続いて本体、すごい、なんか青いプラの塊といった感じで、これ金ペインとか、この翼が可愛い、なんか羽ばたいてみたい、まあ、片手で大人が持ったイメージはこんな感じかな。はい、武器のね、モサブレードと合体しますけど、こう単体でもね、どこまでプレイバリューあるのかすごい楽しみ。ごめんなさい、流装剣忘れてました。個別の音声が入ってるので、やっぱりね、対応してるのがすごい嬉しいね。続いてこちら、あ、これいいわ。ビリビリソウルっていいね、これ。ビリビリって恐竜層でビリビリ、はい、使用する電池は単4電池2本で、蓋はスライド式、これパチンと止まるタイプで、電源オン。はい、この状態でトリガーを引くと攻撃音。
長押ししても特になし。今ね、電源切った状態なんですけど、この部分、これがね、モサヘッド。可動部位はここ。180度でロック。うん、セットした時にね、目が緑になるのがいいね。で、その他ね、ポンプアクション。で、その他可動はここ。ヒレ。これがね、リューソールセットした時に、で、この部分がリューソール。ロック解除で中にスイッチが1個見えるんですけど、個別認識はなしです。はい、では再び電源オン。モサテンジャーで先ほども撃ったんですけど、銃撃でここポンプアクションすることによって弾装填、まだ2回からいきます。たまにくしゃみするみたい。でマックス何回なんだろう。今10回。あ、10回だ。10回がマックスだ。くしゃみがすごい面白い。で、その他ね、この状態でバイザー回転。で、この回転もランダムでね、音が鳴るみたい。リューソール。鳴った。なんかエンジンソールみたいな感じ。いや、いいね、これ面白い。はい、ではね、ゴールドリューソールで変身いきたいと思います。装填してモサヘッド回転のその後トリガーいきます。排気音がすごいツボなんだけど、なんか祭りって感じがするね。はい、でね、変身後は銃撃なんだけど、長押しで連射、弾切れの時はポンプアクションでリロード。まあ連射だけにすぐ弾がなくなるね。ハンドガンで連射っていいよね。すごい弾切れが面白い、これ。はい、続いて恐竜装いきたいと思います。で、付属のビリビリソールで、あの変身した状態でセットでポンプアクションで、トリガーで恐竜装いきます。いや、すごい派手な大気音。モッサ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 なのかな。これメッサノッサモッサヨッシャ、この感じで4段階なんだよね。でその後がモッサモッサモッサ。いや、いいリズムで面白い。でこの後の流装遊び、流装の後のね、銃撃、雷ビームでポンプアクションでチャージ。
一発撃ったらおしまいなんだ。じゃあ2回は？あ、何回リロードしても一発撃ったらおしまいなのね。で、ちなみに、カワキソウル。個別認識がないのでどの竜ソウル刺しても同じ。いや、これ面白い。で、ヒレ戻すときは手動。ちなみにね、そこのスイッチは、はい、武器と合体の時なんで、それはそれでまた別でやります。はい、そんなわけでまずはモサチェンジャーだったんですけど、続いてこちらの竜ソウバックル G 行きたいと思います。まあ、こちらはね、一番のお目当てが柔らかソウル。はい、行きます。はい、インナーはねこのようになってるんですけど、まあ、ほぼ前回のねバックルの色違いです。ただね、竜ソウ剣のホルダーがついてたのに対して今度は竜ソウルのホルダーがね2個ついてるんだよね。はい、まずはこちらの竜ソウル。柔らかそう。あ、タコの足、イカの足、なんかゲソっぽいイメージ。ほい、ナイトモードで、あ、ふにゃっとした剣だ。で、ソウルモードで、で、ピンの番号が031。ポンポンって音がいいね。で、バックルにベルト通しはまず L を先に内側から、で、L 側に竜ソウルのホルダー、ベルト止めを2個セットで、 R 右側に竜ソウルのホルダーをセットで、バックル外側に入れてからの L、R、 ここで止めます。で、 L と R ベルトを止めてベルト止めを通す1個、そしてもう一つ。これで竜ソウバックル G 完成。まあ、ホルダーがね2個ついて合計4個装填できます。で、ここはおなじみのソウルモードの竜ソウルをセット、まあ、付属の柔らかソウル、ソウルモードにしてセット。はい、そのわけでね、今回の動画は以上となります。まあ、竜ソウゴールドのなりきりグッズ、まあ、変身アイテム兼武器で、続いてはね専用武器モサブレードいきたいと思います。まあ、こちらの方もねアップしますので、ぜひよろしくお願いいたします。いや、このね変身のなんだろうね、大気音がめちゃくちゃ豪華。まあ本当ね、年々ね騒がしくなっていくんだけど、いや嬉しいよ本当に面白い。で、あとあのポンプアクション、回転アクションで、竜ソウルセットしてのヒレアクション、うん、結構なんかね単調なやつかなと思いきや、プレイバリューが多くてなかなか面白い。大きさ違うよね追加戦士こんなでかいんだもんね。はい、まあ、間もなく登場、竜ソウゴールド活躍が非常に楽しみなところ。はい、そんなわけでね、今回の動画は以上となります。ご視聴誠にありがとうございました。